食パンでキャラメルポップコーンを作りました。料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は食パンでキャラメルポップコーンを作りたいと思います。はい、ということで、まあ食パンを使うのでポップコーンではないんですけれども、キャラメルポップコーン風に仕上げていきたいと思います。そして今回はキャラメルポップコーンも作るんですけれども、あと1種類ちょっとね、バレンタインのチョコレートが少し余ってるので、チョコレートバージョンも作っていきたいと思います。ということで本日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、今日の材料はこちらです。食パン、牛乳、グラニュー糖、バター、お水です。今回はこちらの材料で作っていきます。今回使う食パンは6枚切りを使います。もしなければ5枚切りや8枚切りで代用して使ってください。そしてグラニュー糖なんですが、こちらはお砂糖で代用していただいて OK です。はい、ということで早速こちらの材料で作っていきたいと思います。はい、それではまず食パンを切っていきます。だいたい1センチから 1.5 センチぐらいの幅に切りましょう。で、そしたらくるっと回転させて、こちら側も1センチ幅に切っていきます。このようにカットします。そしてこちらの牛乳は電子レンジ600ワットで20秒から30秒ほど温めて、牛乳を少しあったかくしておきましょう。牛乳を冷たいまま入れると分離する場合があります。なので牛乳はあらかじめ少し温めておきましょう。それでは早速作っていきます。まずフライパンに何も入れない状態で、こちら先ほど切っておいた食パンを加えます。食パンをこの中に入れましょう。フライパン全体にこう食パンを広げて、こんな感じですね。はい、火加減はね中火です。表面が全体的にカリッとするまで焼いていきます。でもしフライパンでやるのが面倒な時はトースターでカリッと仕上げても OK です。いい感じに少しね焼き色がついてきました。で、焼き色がついてきたら食パン全体をカリッとさせましょう。このようにカリカリっと焼ければ OK です。はい、そしたら一度こちらはボウルに戻します。続きましてキャラメルソースを作っていきます。フライパンの中心あたりにグラニュー糖をまとめて入れます。入れたグラニュー糖をめがけてお水を入れましょう。この入れたお水がグラニュー糖に行き渡るまで待ちましょう。なのでグラニュー糖をね全体的に広げてしまうとなかなかお水が行き渡らないので、まとめて1箇所にグラニュー糖を置くようにしてください。このようにお水がグラニュー糖全体に行き渡ったら火にかけます。このまま少しきつね色になるまで中火で加熱していきます。フライパンの種類にもよるんですけれども、だいたい2分から3分ぐらいでそんぐらいになるかなと思います。一つ注意していただきたいのは、沸騰して少しきつね色になるまでフライパンは揺すったりとか、こういったヘラなどで中身は触ったりしないようにしてください。少しきつね色になる前にいじってしまうとグラニュー糖が結晶化して固く固まってしまいます。なのでこのまま何もいじらずに加熱していってください。今だいたい2分ぐらい経ちました。で、2分経ってもね、私のフライパンだとまだきつね色にはなってない状態ですね。なのでほんとフライパンの種類とか大きさでも全然時間が変わってくるので、しっかりとね様子を見ながら加熱してみてください。今ちょうど3分経ったんですが、ここら辺が少しきつね色になってきました。そしたら全体的に均一に熱が行き渡るように3回ぐらいフライパンを回します。はい、で全体的に広げてください。そうしましたらここにバターと、でこのあと牛乳も入れるんですけど、牛乳入れるときは換気扇回しましょう。で牛乳も入れます。はい、そしてよく混ぜます。このように牛乳とバター入れたら火加減は弱火にして、絶えずこうやってしっかりと混ぜてください。であとはですね、ほんと牛乳入れるとすごく蒸気が出るので、牛乳入れるときは必ず換気扇するのがおすすめです。はい、だんだんこう色がキャラメル色になってきました。はい、こんな感じでいい感じにキャラメル色になったら、先ほどの食パンを入れましょう。そして食パンにキャラメルを絡ませます。でちょっとねくっつくので離しながらねこうやって混ぜてください。こんな感じで全体に絡まれば OK です。そうしましたらクッキングシートを用意して、この上にね乗せていきます。1
個一個ねこう離しておきましょう。まあ、いっぺんにここに置いていただいて、あとは固まる前にこうやって一つずつね離していきましょう。このように一つずつ離してこの状態で粗熱を取ります。そうするとカリッとした仕上がりになります。まとまったまま置いておくともう固まってしまうのでちょっとね大変かもしれないんですけど、一個一個ねこう離してあげてください。それではホワイトチョコバージョンも作っていきます。次はですねキッチンバサミで切っていきます。もし包丁がめんどくさい時はこうやってキッチンバサミでも切ることができます。こっちもねすごく楽なのでおすすめです。まあ、大体2個ずつ1センチ幅に切っていきます。キッチンバサミでもこのように綺麗に切ることができます。包丁かキッチンバサミお好みの方で作ってみてください。じゃあ同じように食パンをね1枚分置きます。でこれを火にかけます。でこちらもカリッとさせるまで焼いていきましょう。このようにね焼き色がつけば OK です。はい、そうしましたら使う材料はこちらです。ホワイトチョコ、これ板チョコですね、 45g、 そしてこちらバターが 3g です。これで作っていきます。でまずホワイトチョコを細かく砕いていきます。バレンタインね、もし材料が足りなくてまた買いに行くの嫌だなと思って溜め込んで買ったら結構ね余りました。はい、ということでねこれからもねチョコチョコ消費していこうかなと思います。ボウルにだいたい50度前後ぐらいのお湯を入れてください。ここでお湯が熱いとチョコレートが分離しやすいので気をつけましょう。これで湯煎に当てながらチョコレートを溶かしていきます。で今回ね私アルミのボウル使ってるんですけれども、やっぱりねアルミの方がチョコレートはね溶けやすいです。でこれ電子レンジでやるのはあんまりおすすめしません。なぜかというとチョコレートを電子レンジで加熱すると焦げてしまう確率が高いので、チョコレート単品の時は特にこう湯煎に当てながら溶かすのがおすすめです。このようにチョコレートがしっかり溶ければ OK です。そうしましたらここにバターですね、バターを加えて溶かしましょう。はい、このようにバターもしっかり溶ければ OK です。そうしましたら湯煎から外してください。あとはここにね先ほどカリッとさせた食パンを入れます。はい、そしてチョコレートを絡めましょう。はい、こんな感じで全体的によく絡まれば OK です。そうしましたらこちらも同様に一つ一つこうやって離しておいて乾かしていきましょう。まあ、これがねちょっと手間かなと思うんですけれども、こうやらないとね固まってしまうので、まあ、ちょっと一手間ですがこちらはきちんとするようにしてください。はい、OK です。だいたい15分から20分ぐらい冷ますと固まってくるかなと思います。その時のお部屋の温度によって変わってくるので、しっかりとチョコレートが固まるまで置いておきましょう。はい、これで食パンで簡単に作れるキャラメルポップコーンの完成です。こんな感じに仕上がってます。すごくカリカリに仕上がりました。はい、ホワイトチョコはこのように仕上がってます。はい、ということで完成しました。こちらがキャラメルポップコーンです。こちらがホワイトチョコですね。ということで早速いただきたいと思います。ではすみません、手づかみで失礼します。それではいただきます。すっごくサクサクで美味しいです。キャラメルが全体に絡んでて、かつ冷めて程よい感じに固まってて、すっごく美味しいです。はい、じゃあこちらホワイトチョコですね。ホワイトチョコもいただきます。手づかみで失礼いたします。いただきます。うーん、おいしい。ホワイトチョコはちょっとサクッとして、あとはしっとりとした感じですごく美味しいですね。うーん、うん、うん、はい、
い、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の食パンキャラメルポップコーンのポイントなんですけれども、でまず食パンを切って焼くんですけれども、中火で食パンの周りがカリカリっとするまで焼くようにしてください。焼きすぎちゃうと黒焦げになっちゃうんですけれども、あんまり焼かなすぎてもしなしなっとした食感になってしまうので、程よく表面がカリカリっと音がするまで焼いてみてください。そして今回のレシピ一番のポイントはキャラメルなんですけれども、火にかけたら沸騰して少しきつね色になるまでは絶対いじらないようにしてください。きつね色になる前にいじってしまうとキャラメルが結晶化して固まってしまいます。なので沸騰してきつね色になるまでは何もいじらずにそのまま中火で加熱するようにしてください。そして少しきつね色になったらフライパンを 2,3 回回して全体を均一にさせてからバターと牛乳を加えます。牛乳もですね、冷たいものを入れてしまうと分離しやすくなりますので、電子レンジで軽く温めてちょっとぬるいぐらいにしておいてください。牛乳を入れるとですね、すごく蒸気が出るので換気扇を回すのと、あと火傷をしないように注意してください。あとは弱火にして砂糖の部分が固まらないようにしっかりと混ぜながら加熱していってください。そうするとキャラメル色になってくるので、キャラメル色になったらカリッと焼いた食パンを入れて絡めるようにしてください。そして絡め終わった後は一つ一つ離して粗熱を取って冷ましてください。まとまって置いてしまうと全部こう一個に固まってしまうので、ちょっとね手間なんですけれども、一個一個離して粗熱を取るようにしていただけたらと思います。で、ホワイトチョコバージョンも今回作ってみました。どちらも材料はシンプルで簡単に作れますので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は食パンでキャラメルポップコーンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。